紛争から逃れてきたウクライナの子どもたちが影絵をしている様子です。会場には写真家集団マグナムフォトに所属する3人の写真家が撮影した63枚が展示されています。写真はユニクロが手掛けるチャリティー T シャツの利益が寄付された支援団体がさまざまな国々でどのように活動しているのかを伝えています。こちらの写真展では QR コードを読み取って音声ガイドを聞きながら写真を楽しむことができます。プロ車椅子テニスプレーヤーの国枝慎吾さんも音声ガイドとして参加しています。平和っていうそのキーワードとの親和性っていうことに関してはやっぱりこの広島が本当に最適な地であると思いますし、そこでこういった写真展が開かれるっていうことに対してはこれ多くの方々に、ご覧になってもらいたいなというふうに思っています。この写真展は今月15日まで広島ゲートパークで開かれています。